上川島は中華人民共和国関東省大山市の沖合にある島。フランシスコ・ザビエルが没死した島として知られる。西洋人からは西ヨハネの島と呼ばれた。上川島という名称自体がポルトガル語のサンジョアンから来ているという説もあるが、西洋人の到達以前に上川須の名で呼ばれている。この他ら文字表記ではシャンシュアン、セインション、ソンチャウ、 ちゃんちゃうおなどと記された。新末の高所19年に、上川島と改められた。中国本土からは1 4キロメートルほど離れており、面積は137.3平方キロメートル川山群島の主島で、関東省最大の島である。西隣に、下川島がある。行政上は大、山市川島鎮の管轄である。人口は1.5万人。 フランシスコ・デ・ゴヤが、フランシスコ・ザビエルの死。上川島で最後を迎えるザビエルを描く。民発の後部年間には定住者がいたという。工事十二年に川山群島は深海圏の管轄となり、センスと呼ばれ、二つの主要な島が、上川ス、下川スと呼ばれるようになった。1513年に初めて、ポルトガル人が中国に到達した。上川島は、 ポルトガル人がマカオに定住する以前、中国沿岸で、最初期に拠点とした場所の一つである。ポルトガル人が最初に気づいた、貿易拠点の多摩について、上川島に否定する説がある。1552年9月、イエズス海士のフランシスコザビエルは、上川島に到着し、甲州に渡る船を待っていたが、同年12月3日に島で病没した。その墓は、 島の北部にある大農村の最陸にある。ポルトガル人は1540年代末から1560年に、かけ、上川島からパカウついでマカオへと拠点を移した。この時期については、パカウの位置なども含め諸説がある。大港沖大辞典によれば、ポルトガル人は1553年に上川島を放棄したという。真の境年間には、 高気パンを率いた海賊の長多持が上川島の砂抵抗を主要な基地とした。長多持は京州海峡を訳し、東は香港から西は甲州湾まで多くの島を支配したと言われる。長多持が宝を埋めたという伝承地が上川島に十数カ所ある。島の東海岸にあるヒソナダタビユークはビーチリゾートとして開発されている。 島の南部にある砂包みは、関東省三大漁港の一つとされる。ありがとうございます。